香川照之です。ホステスの女性にですね、セクハラをしてしまい本当に申し訳ございませんでしたっていうのは冗談ですよ。嘘ですけど、僕はねカピエシリ人です、なんですけどね。はい、まあ今回の話なんですけどね、香川照之さんがですね、ザ・タイムっていう朝の情報番組にですね出演しているんですね。まあそれで今朝のですねザ・タイムに香川さんがですね謝罪をしてですね、まあその瞬間、謝罪の瞬間はこの動画にはないので申し訳ないですけど、見たい方はですねツイッターかそちらの方にあるのでそちらをご覧くださいね。なんですけど、まあ香川さんの謝罪を見てですね、まあ六本木クラスっていうドラマがあるんですけど、竹内涼真さんが出演しているドラマなんですけどね、これ僕このドラマは毎週見てるわけではないんですけど、たまたま昨日ぐらいかな初めて見たんですよ。まあそれで香川さんの役が社長の役なんですね。まあそれで謝罪をしてるんですよ、記者会見してですね。はい。まあそれを見て、また謝罪してるのってちょっと思うぐらい、まあ作り話ですからあれですけど、昨日のね六本木クラスも謝罪して、ザ・タイムでもね謝罪してっていうのがなんか本当にやってることは違いますけど謝罪かよっていう思いましたね、ちょっとね。はい、まあね、香川さんはね、半沢直樹でね、大和田常務でもね、まあ、謝罪みたいなことはね、まあ、してましたけど、まあ本当にね、まあ性加害ですから、そうも相当やばいことしてますからね、はい、まあ本当、これは暴露系 YouTuber のね、ガーシーが暴露したとか、そういうわけでもないですし、ガーシーでもない、関係ないみたいですね。まあ、まあ、六本木クラスターは、まあ、多分来週もやるんでしょうけど、香川さん出ると思うんですけどね。はい、まあ、香川照之が俳優を引退するとか、放されるっていうことはないみたいですけどね。はい。まあそういうことですね。はい、まあ、てなわけで今回の話はですね、ザ・タイムでですね香川照之さんが謝罪したことについてのね、そのことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。